ペットフォトグラファーのよしです。ロングチワワのカノンのチャレンジ企画、ドッグアジリティに挑戦ということで、うちのロングチワワのカノンがドッグアジリティに挑戦することにしました。担当は久美さんです。ドッグアジリティって何と思っている皆さんもいると思うので、簡単に説明すると、指示する人間と犬が息をぴったり合わせて、コース上に置かれたハードル、トンネル、シーソーなどの障害物を定められた時間内に着実に次々とクリアしていく競技です。分かりやすく言うと、障害馬術競技の犬版、いわば犬の障害物競争です。果たしてこんなにちっちゃいカノンだけどできるのか？家庭犬のチワワでも楽しくできることをお伝えしていきたいです。ということで、千葉県八街市にあるピーナッツフィールドさんでレッスンすることになりました。畑道を入っていくとありました、ピーナッツフィールドさんです。ここピーナッツフィールドは自然に囲まれた環境でアジリティを楽しめます。レッスンしていただける先生もその子に合わせて指導してくれるので安心です。ドッグスポーツのアジリティはうちのシュナウザータクトで一昨年からやり始め、やっと競技会デビューしたところです。シュナウザータクトのアジリティは別企画でお届けします。今回挑戦するのは、小さいワンちゃんでも無理なく楽しめるミニアジです。ミニアジは普通のアジリティをミニチュアサイズにして楽しむ競技で、初心者にはもってこいのスポーツです。カノンの性格は好奇心旺盛で人間大好き。ちょっと親バカですが、運動神経はある方かなと思います。練習開始。初めての練習はハードルに慣れて連続して飛ぶことから、おやつを手に持って誘導しながら飛ばしていきます。簡単だと思いきやハードルを飛ばない、あれどうして？先生は、カノンは足が速いのでおやつを持つ手の位置を下げて少し前を走るようにとのこと。言われた通りやってみるとできた、できると楽しい。次は初めてのトンネル。初めはくぐらずに拒否、トンネルを短くしてくぐり抜けることから挑戦。おやつでトンネルの反対側から呼んでくぐらせたらできました。そしてトンネルの長さを長くして挑戦。少し拒否するもできた。トンネルが大好きになるように、できた時に褒めておやつをあげます。そしてハードルとトンネルを流れで通してやってみた。できた、楽しい。でもちょっとぎこちないけど、まだまだ練習が必要ですね。今日はここまで。頑張っている姿を写真で撮ってみました。一生懸命なワンコを見ているとなんだか和みますよね。これから頑張ってミニアジを練習していくので、応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。